オール・ラザ・フォードは、イングランドのフリー・インプロビゼーションを行う、トロンボーン奏者。ロンドン南東部のグリニッチで生まれたラザ・フォードは、初めサックスを演奏していたが、トロンボーンに転校した。1960年代、彼は、キルドホール音楽演劇学校で教鞭を取った。1970年、ラザ・フォードと、ギタリストのデレク・ベーリー、ベーシストのバリー・ガイが、インプロビゼーショングループ、 イスクラ1903を結成し、これは1973年まで続いた。この結成は、インカズからの2枚組アルバムに記録され、後にボーナストラックを加えた3枚組 CD セットのアルバム、チャプター1として再発された。映画のサウンドトラックは、アルバム、バズサウンドトラックとして、それとは別にリリースされた。イスクラ1903は、ドラマー。 パーカッショニストを含まない最も初期のフリーインプロビゼーショングループの一つであり、SME や AM などの他の現代的なインプロビゼーションアンサンブルとは一線を画す様々なテクスチャやダイナミクスを演奏者が探求できるようにしたものだった。グループの珍しい名前は火花を意味するスラブ語であり、それはレーニンが編集したイスクラという革命新聞のタイトルであった。 1903という数字の指定はトリオのための20世紀の音楽を意味する。時折、エヴァン・パーカーがグループと共演し、ラザ・フォードもある時点で必然的にイスクラ1912と呼ばれる12人編成によるアンサンブルを組み立てた。その後、グループはベイリーに代わりフィリップ・ワックスマンが加わることで復活した。これは、 大体1977年から1995年まで続いたグループの人生のフェーズであり、その初期の作品はアルバムチャプター2にドキュメントされ、最後のレコーディングはアルバムイスクランクッパ1903とアルバムフランクフルト1991として発表された。ラザフォードはまたグローブユニティオーケストラ、ロンドンジャズコンポーザーズオーケストラ、 センティピート、マイク・ウェストブルック・オーケストラ、そして前衛的なグループである、ヘンリー・カウ、マイク・ウェストブルック・ブラスバンド、フォークシンガーのフランキー・アームストロングが合流したグループである、ジ・オーケストラとも共演した。彼はまた、ソフトマシーンのライブで、ほんの数回ながら演奏している。彼はおそらく、ソロトロンボーンの即興演奏で最も有名である。ラザ・フォードは、 2007年8月5日に観光編と大動脈破裂で67歳で亡くなった。2007年11月、ラザフォードの思い出に寄せて、ロンドン北部にあるレッドローズクラブでメモリアルコンサートが開催され、ミュージシャンの友人たちがフリージャズを演奏した。ラザフォードは1986年にキューバシガーバンドブリティッシュカウンシルツアーの一環としてキューバで 初めて演奏した後、キューバとその国民たちにその身を捧げた。ラザフォードの家族は、キューバの音楽基金に3つのトロンボーンとユーフォニアムを贈呈した。ロルコックス・ヒル・エルトン・ディーン・ポール・ダン・モール・グローブ、ユニティ・オーケストラ・バリー・ガイ・ジョージ・ハスラム、トニー・オクス・レー、スポンティニアス・ミュージック・アンサンブル・ジョン、スティーブン・ス・マイク・ウェスト・ブルック・ソノタ。ありがとうございます。